お元気にダンスを楽しんでいらっしゃいますか？いつも通りの語りかけの言葉ですけども、よろしくお願い申し上げます。私が大好きで、自分で第3番の歌詞も作詞したアン・マリコさんの、悲しみは駆け足でやってくるの、レコードのですね、B 面に入ってる曲なんですね。あまり皆さん知らないと思います。マニアックな曲なんですけれども、太陽を知らない子供、すごい素敵な曲なんですけど、これをですね、まあ、本来ルンバで踊ってもいいんですが、単語に合わせてみました。チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてその単語もですね、まあ通常通りフォーラウェイウィスクから、ランジロールストップロックをしてるんですが、ランジロールのところをクイッククイックではなく、わざと遅くしてスロースローで踊ってみました。これも興味深い点ですね。はい、それではいつものようにですね、勉強されたい方のためにスローモーションで少し解説しておきます。先ほども言いましたようにね、ストップロックと言いますか、ランジロールからストップロックもね、少しいつもと変えておりますので、参考になるかと思います。まず通常言葉が不如意ですね。通常通りウォークを2歩しますね。スロースロー。そして最初はベーシック的ですけどもね、ちょっと変わってフォーステップをここでします。変わったフォーステップというよりも少しいつもリンクをするところを変えて普通のフォーステップにしたということですね。この方がワン、ツー、スリー、フォーという一小節に合いますから、フレージングとしてもいいわけです。そしてクローズドプロムナードをします。それからバックコルテですね。バックコルテ自体はスロー、クイック、イック、スローという一小節半になりますけれども、クローズドプロムナードも同様1小節半なので合計3小節になりますね。クローズドプロムナードとバックコルテを続けて踊るとね、3小節で、まあ3小節使ってフレーズには合いますね。そしてウォーク2歩から通常のベーシック、オープン、リバース、ターン、レディー、アウトサイド、女性がアウトサイドに出るということですね。レディー、アウトサイドということはね、レディーは用意ではなくてジェントルマン&レディーですね。そしてこれはもうベーシックですから通常通り、クローズドで終わりますね。クローズドフィニッシュですね。そしてこっからウォークなしでプログレッシブリンクをします。こっから先ほどから言ってます、フォーラウェイウィスクですね。フォーラウェイウィスクからもう定番ですね。フォーラウェイウィスクからくるくる回ってガチョーンというふうに、ランジロールとかね、回転しながらのランジと言いますね。 1,2,3,4 これがフォーラウェイウィスク右回転ですね。そして回り込んで5,6,1,2,3,4,5,6 のクイックイックで回り込んだら、通常7,8でパッパッとやるんですけど、それをスロー、そしてスローというふうにスローモーションというよりは2つをクリスピーパキッパキッとパキッパキッというふうにします。そしてストップロックはいつものようにクイックとクイックスローとですね、ちょっと今私遅くなって、まだ修行不足が遅くなってしまったのですが、クイックとですね、そしてここからリバースピボットをぐるんと一歩します。そして男性下がって揃えますね。そしてここで陽子先生も本当は開くといいんですけども、陽子先生は足を開かずにですね、私足を開いて、これはコントラポイント、コントラポイントとはコントラチェックをする前の用意のポイントということですね。タップということですね。そしてコントラチェックをガチョーンとします。スロー&スロー、そしてクローズドプロムナードでとりあえず締めて終わりますね。本当はもっと踊りたいんですけどもね。それから今これは第一 LOD をベーシックにしましたので、第二 LOD での、入り口としてまあこの、ランジロール、そしてストップロックを使ったんですけど、そうするとこれは本当はフォーラウェイリバースとかの長い LOD のね、最初の入り口にするといいので、そういう意味ではこれは第二 LOD ではなくて第三 LOD などに配置するといいですね。
ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願い申し上げます。10万人を目指しております。まあ、本当はタンゴとかではなくて、ルンバなどもね、似合いそうな曲ではありましたけれども、いつもルンバとかジルバになってしまうので、タンゴに合わせてみました。最後の方はちょっと奇をてらったと言いますか、難しすぎたかもしれません。またベーシックなどね、もっと単純に合わせてみたいと思っています。皆様いつもご視聴ありがとうございます。